俺あの青梅から奥多摩の方へずっとこう向かっていったところにあるねへそまんじゅうって知ってますかへそまんって書いてあるんですけど、えー、2つ店舗があるんですねでもその総本舗って書いてあったからそれの前に車がダーッと止められるようになってる古いお店があるんですよそこのね そこで檻を買うと、一つこう、ふかしたてを、できたてをくれるんですね。で、それをね、こう、その場でこう、ホクホクの、こう、ハフを言いながら食べて、で、ちょっとお茶飲んで、そこでタバコ吸って帰ってくるとかいうことを、まあよくやってたんですけど。この間ですね、まあ、あるそのファンの方と、 これはマツダの車を買ったので、それちょうど時期を同じくして色違いのを買われた方がいて、ああ、なんか面白いですね。で、このタイミングでどこで会りますかって言ってたんですよ。じゃあそのヘソまんじゅうで待ち合わせしましょう。ってそこで待ち合わせをして、そこから、まあ、あの、初めてお会いする方だったので、初めましてって感じで。どうしますかって、これ、この奥、しばらく行ったら奥多摩あります行っ行きますかって言ったら。 あ、行ってみたいですって、行ったことないって言っから行ってみたいですじゃあ行こうかって。俺先に走ってずっとこう行ったんですよ。ほで、うん、狭いんですね。とにかく。とにかく狭いんですよ。で、そこ普通に大型が来るので、あの、採石場があったりするからね。で、そう、本当に狭いんですよ。 で、それをね、ずっとこう走っていって、えー、特に奥多摩の方へ向かう側が狭く感じるんです。これはなんでかっていうと、左側ギリギリガードレールがあるんですよ。だから、そのガードレールとセンターラインの間が本当に狭いです。大型は入らないです、正直言って、きっちりは。ちょっと出るぐらいです、センターライン。 で、その向こうから帰ってくるときっていうのは、左側にある程度の路側帯があったりなんかして余裕があるので、帰ってくるときはいいんです、上り側は。下りがね、結構狭いです、道が。これをずっと行くと、えー、トンネルをとにかくいくつもいくつも越えるわけですよね。<laughs> で、奥多摩港が近くなってから、ある長いトンネルがあるんですけど、そんなの中はその手彫りの部分と、普通にこう、 補強強化された部分と、まあ、手取り手取りの部分とっていうのがこういくつもこう入り乱れるトンネルがあるんです。で最終的に出口が近くなるともう手掘りでゴツ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 っていう感じになるんですけど実はこのトンネルってあるえ昭和の時代にテレビで取り上げられた有名なえ心霊動画の撮れた場所で、ね。 受精に乗ってる彼女が運転してる彼をビデオで撮りながら、こう話をしながら、ニコニコね、話をしながら、そのトンネルの中をずっと通過していくと、道のこう窓の外ですよね。要はトンネルの中ですよ。に、何かがふわって行き過ぎるんですよ。で、そこをずっと満喫戻してみると、ボサボぼサの、もう伸び放題伸びたボッサボぼサのまっ白い白髪のおばあちゃんが、 小さい子供を連れて、白の装束で、杖を持って、こう、トンネルの中に立ってるのが、はっきり、バーンとこう、映るんですそういう場所なんですで、そこを、まあ、この間もそこ通ったんですけど、この間はその、大して、そんな大きなことはなかったんですけど、昔ね、えー、その先の方にある、ある、その、青年休暇村みたいな、そんなような、その、 えー、憩いの村みたいなセンターみ憩いのセンターみたいなそんなのを作る、えー、っていうんでそこへ採石、えー、を持ってったことがあるんですよね。トラックでそこをずっとダンプでねそこをずっと抜けてってそういえばこのトンネルってあのトンネルだよなっていうふうにこう思いながらずっとそのな長いんですよトンネルねずっと走っていくと。 突然その右側の壁の方から何かが何て言ったらいいのかな最初に見えたのはね何かこうキュッキュッてキュッキュッてこうとんがったものがこういうねこんな感じのやつが壁からこうとんがったのがキュッと出てちゃうんですで何か出ちゃうと思ってたらなんとそれってこう土甲さんが押してる猫だったんですねでその猫の先っぽのこうとんがってる部分が ぎゅっと出てた。だから俺おおおおと思ってギュっと減速したらなんてことないこっちも見向きもしないで俺の前をそのお猫を押してうまあ昔の本当にまあどかたって言葉最近よくないけどだけどねその男さんの格好したこう首タオルを巻いてさほいでよよよよよよよって感じと思って右から出てきて左側の壁にスーッと消えちゃったっていうね、う。ん こんなことがねありましたよいろんなことのあるところだそこはね、うん